ジェフ・グリフィスは、1980年代から1990年代にかけて、フィリピンで制作されたアクション映画で活躍した、脇役俳優、脚本家である。クレジット名義は、複数あり、SFX リタリエーターでは、ジェフ・グリフィチ、脚本を手掛ける傍ら警官役で出演した、地獄の爆走、ブラッド・チェイスでは、ジェフリー・グリフィスとクレジットされた。 1983年のイスラム社会を題材にしたフィリピン映画フラメンタードに早くで出演した。監督はエフレンシー・ピノン、主演はラモン・レビラで、後にフィリピンアクション・ギャングと称されるロバート・マリウス、デイビッド・ライト、ポール・バンス、スティーブ・ロジャースらとの共演だった。だが、他のメンツは直後にスターならずとも活躍していたが、グリフィスは遅れをとって、兵士や、 その他体制のエキストラに近い早く生活が続いた。あまりにも平凡すぎる要望が立ったのかもしれない。この後、1988年あたりまで、私服の時を過ごすこととなる。シリオ・エイチ・サンティアゴ監督作品などの早く出演を続けていたが、一言のセリフながら、ボブ・ハンター監督作、サイゴン・ヤジュ・ケージの MP 役が注目され、かつて、 フラメンタードで一緒だったロバート・マリウス主演のアソールト・プラトーンとマッド・ソルジャー、裏切りの戦場で相棒役に起用されて存在感を示した。同年にはジャック・スターレット監督の殴り込みライダー舞台のリメイクといえる尻を H ・サンティアゴ監督のナム・エンジェルスのバイカーの一人に起用された。主演はブラッド・ジョンスン、敵役はバーノン・ウェルズだった。 続く1989年には、エディロメロ監督の脱走半島、ベトナム1983でもティモシー・ボトムズや、ジョン・フィリップ・ローといった国際ハスターと共演した。キャリアのピークを迎えた1991年には、渡辺健が監督したベトナム戦争物の力作、ブルドッグの5人の主役の傭兵役に起用された。演じるのは、ロマーノ・クリストフ、倉田康明、 小野し也、や、マイケル・ウェルボーンで、グリフィスは、ウェルボーンと同様にオ米や俳優的な兵隊役者で、大抜擢だったが、クリストフやクラータとは、格が違いすぎた。その後、戦争アクション映画の低迷も、相まって、出演は途絶えてしまった。香港系のダビアン・インターナショナルの、バトルドッグ、怒りの標的では、早く出演のから、第二助監督を務めた。当時のグリフィスは、 俳優としても好調で、地獄の爆走、ブラッド・チェイスでも脚本に手を染めており、野心の感じられる時期だった。また、ブレイジング・ガン、革命前夜では、特記担当としてクレジットされている。1985年、コマンド・ファイター1987年、ファントム・ソルジャー、コマンド・シャ、ビハインド・エネミー・ライン、エンジェル・コマンド1988年、 特攻部隊、フルメタルソルジャー、ヘルミッション、怒りの奪還、アソールトプラトーン、マットソルジャー、裏切りの戦場、SFX リタリエーター、サイゴン野獣刑事、グッドバイベトナム、ナムエンジェルス、ファイナルターゲット、地の報復1989年、エイリアンフロムディープ、脱走半島、ベトナム1983、バトルドッグ、怒りの標的、レディウェポン、 地獄の爆走、ブラッドチェイス、麻薬捜査官、バニシングサンダー1990年、女バトルドッグ、地獄の闘争迷路、乱名、ベトナムの熱い日1991年、ブルドッグ。ありがとうございます。